お世話になります、ひとりでございます。今回は期間限定イベントレイドがまた始まりましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。期間は8月6日からでございまして、で出現するポケモンはピチュー、ピカチュー、ライチュー、アローラライチューでございます。まあ、この時点でアローラライチューね、結構いいポケモンなんじゃないかなと思いますね。しかも色違いのポケモンまでめちゃくちゃ出るみたいです。はっきり言って色吠えろよりピカチュウなんだからこっち先やろうよみたいな感じで思いますけどね。まあそこは突っ込まないで置いておきましょう。でこれこそ本当にイベントレイドと言っていいですよね。今までのはっきり言ってイベントレイドじゃなくてもマンネリレイドみたいな感じでしたから、今回はガチでいいんじゃないでしょうか。で今回私は色違いポケモンを捕まえていきたいと思います。どれぐらい時間かかるのかね、検証していきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。やり方としてはいつも通り不思議な贈り物からですね、ワイルドエリアニュースを受け取るを必ずやってからね、やりましょう。はい、これで出てきましたね。これで OK ですね。はい、じゃあ行きましょう。いつも通りね、出る場所はどこでも出るんじゃないかなと思いますのでやっていきます。今回はね、確実にね、あの色違いだけ狙ってやっていきたいと思います。はい、中身見て、はい、こいつは違うと。はい、ここ入れていきましょう。お、来たんじゃない、これ。これ来たっぽいっすね。で今回色違いの出る条件として、おそらくね、情報によると以前は色吠える王の時は色違いの出現率は 2% だったらしいですけど、今回は 8% になってるみたいですね。でこれは確定情報ではないですけどね。でさらにこれも確定情報ではないんですけど、以前吠える王のレイドでは星5でしか多分色違い出ないみたいな感じの状況だったと思うんですよ。ですので星5だけで色違い狙っていきたいと思います。でイベントレイドのポケモンが出たところでみんなで挑戦やって、ホームボタンを押して1日進めるやつやれば、そこで別のイベントレイドポケモンが出ますので、ここでね、裏技使って出していきたいと思います。星5のやつが出るまでね、ひたすらやっていきましょう。今回ね4つしかポケモンいないんで、比較的ね出やすいんじゃないかなとは思います。いきましょう。あ、アロラライチュもいますね、ちゃんと。はい、ようやく星5来ましたね。これで星5出ましたら必ず戻って、それでレポート書いていくって感じですね。ただ星5出るまでやっぱちょっと時間かかりますけど、まあこれ何回かやればね出てくるんじゃないかなと思います。それでは行きましょう。ドサイドンで行けばね普通に行けんじゃないかなと思います。行こう。お、あー違うかな、これは。ピカチュウの色違いって結構分かりにくいですからね。まあこれ何回もやっていきましょう。よし、いいやつ来ましたね。こいつ来いよ。これ来たらマジで嬉しいな、本当に。あー、ダメか。さすがにそんな簡単に出てくれはしないね。お、連続できましたね。おっしゃ、行くぜ。わあ、ダメか、むずいな。おっしゃ、ピチューの5つ星来ましたね。どうだろう、こいつも色違いか分かりにくいんだけど、でも違うかな。よし、星5ピカチュウ来ましたね。お、メスピカチュウではありますね、一応。ただ色違いではないかな。違うな、これは違うかな。いや、きついか、なかなか出てこないですね、やっぱり。いやー、ダメか。いやー、ダメか。メスピカチュウだけど、いや来ないね、全然来ない。星5来た。お、来たんじゃね、来た。しかもメスじゃん。めちゃめちゃいいじゃん。分かったね、色違いってちゃんと。オッケーオッケーオッケー。やったー。いや、これはいいね。だいたい今38分ですね。それで1体ゲットです。まあ私はね、飛来神ドサイドンですので、ピカチュウに普通に勝てるんじゃないかなと思います。まあ大スチルやってきてるけどね。わ、バリア4つだしね、めちゃめちゃ簡単に勝てんじゃないかなって思いますね、これ。オッケー、勝利勝利。反動で初めて勝利したダイマックスのポケモンに、リピボでいいかな。オッケー、一発で捕まえた。これは嬉しいね、普通に。めちゃめちゃ簡単に色違い出てきましたね、本当に。はい、しかもアイテム鎧鉱石2個ありますと、 XL1個っていう感じですね。お盆の実、猫部の実、デカ金もあるじゃん。デカ金やば、金の玉もあるし、めちゃめちゃ今回アイテム、まあ超いいってわけじゃないけど普通にいいね。はい、ピカチュウ見ていきましょう。 5V ですね。まあこれは普通にいいでしょう。はい、で色違いのメスのピカチュウね、これはいいんじゃない。で特性静電気で、これは夢特性ではないですけど、多分今回もね夢特性は出るんじゃないかなと思います。静電気の方が多分強いんじゃないかなと思ったりもするんですけど、技はボルテッカー来ましたね。アイアンテールじゃれつく電磁波でございます。普通に強い技勢揃いですね。でわんぱくな性格でございますと、そんな感じですね。はい、じゃあまた引き続きやっていきましょう。投げ込んでいって、見つけていきましょう。無理か、来いよ。あーあー、お、来ましたね。これで5つ星また出るまでやっていきましょう。よし、行こう。あ、クララ来てるし。クララ来てるのが嬉しいっていう。でも色違いではないですね。いやーダメか。いやー、いやーダメか。いやー来ないね。あれ？急にミミッキュ出てきたぞ。特殊なミミッキュかな、もしかして。ちょっと戦ってみよっか、これ。いや、別に普通のミミッキュか。なんでミミッキュ出てきたんだ？
はい、色違いピカチュウ捕まえてから3時間ぐらいやったんですけど、色違い出ないですね、全く。全部5つ星のやっても出ないので、多分おそらく今回出やすくなってるのはピカチュウだけかと思います。まあ情報によってはピカチュウだけみたいな情報もあったりするので、おそらくね、そうなんじゃないかなと思います。まあということで、今回は色違いピカチュウメスちゃんと捕まえましたので、まあいいでしょう。あとね、冒頭でも言いました通り、アローラライチュウと普通のライチュウとピチュウが出ますので、そいつら多分色違いは出にくいままだと思いますが、手に入れられるので、今回はね、なかなかいいレイドだったと思います。まあ、今回久しぶりにいいレイドだったので、アルチュウみたいな感じでピカチュウにならないように気をつけてくださいね。レイドリストじゃない。